はい。本社さん、はい。さんと、ちゃんと。こんにちは。聞こえました？はい、入った入った。全聞こ国えてのま皆す。さん、こんにちは。はい、何こんに名ちかおは。会いしている方だと思いますけど、こんにちは。はい。こんにちは。コロナ禍の中、皆さん、本当に活動お疲れ様でございます。私は長野の妙正寺本陣の田と申します。こちらは娘のです。で、うちは娘が2人で3人で活動をいつもさせていただいております。集合住宅に住んでますので、邪教の人が、ありがたいことに来てくださるのを、家族で、前が行け、私が行けという感じで出てって、はしゃくをさせていただいている状況です。でも、不思議なことがありまして、やっぱり邪教を、豊田さんにそのはしゃくすると元気が出るよと言われて、私たちも本当に落ち込んでしまう家族なので、獲物を捕まえるようにですね、はしゃくさせていただいて、元気を出そうって言って話し合って3人でやらせてもらってるんですけど、なぜかしら不思議なことに、邪教の方をはしゃくすると、身内っていうか、身近な友達とかですね、あと知り合いから急に電話が来て、実は私は悩みがありますよという感じで話をしてくださって、で、家族で、どうするああするって話し合って、出かけていくというような活動をさせていただいております。下の娘は今、やっぱり自分のお友達が、10代で若いということもあって、例えばリストカットとか、あと虐待とか、もう本当に現代ならぬ悩みの中にいるお友達ばっかですので、バチとルールの、豊田さんが作ってくださったバチとルールの、チラシを持って、お友達のところに行っていると。で、状態が良ければ、お母様に、私の方から連絡をさせていただいて、順次こう会っていくような活動をしています。全国の皆さんがやっぱり方々で頑張られていて、なんか私は本当に励まされるよね。はい、頑張ります。よ ろしくおはい。願いします。はい。ご苦労様です。本当に今のは原理で、まずは取っかかりは邪教を、ボッコンボッコンはしゃくすると、それは邪教で邪気をうんときつくは吐いてるやつね。そういうやつが、実は我々がこう、はしゃくすることによって、必ず純縁の人が周りにふーっと現れてくるっていう。要は、本当に折伏生活につながるような人が現れてくる。で、邪教を強く呵責しないで、そういう純縁っぽい人をいくら探してもね、もうなかなか出てくるもんじゃないんですよね。それが今の本当の原理は、僕らも何遍やってもそれは同じで、やっぱり強く邪教を呵責すると、本当にどっかから仏縁が濃い人がふっと現れて、何のそんな問題もなくスーッと入信してくるような人が出てくるっていうのは、これをつかめば、いくらコロナであろうが、リモートであろうが、職業が行き詰まるなんてことはないはずなんですよ。だから、まずは皆さんが、すぐ速攻で、誰か、すぐ僕が、応援職業、リモートでできそうな人を、傍らに呼んでくだされる人がいればいいですけど、とりあえず見っからない人は、なんとか手当たり次第、目の前の、およそ入信しそうもないような邪教を、ボッコボコにはしゃくする。全力で。そうすると、命がスカッとするのと同時に、信頼者、入信しそうな人が、ふっと脇に出てくるっていうね。これを一つ推進しましょうよ。お願いします。さんのね、今の全くその通りだと思うんで。はい。そしたら、